皆さん、こんにちは、おじさんです。まあ、先ほどはですね、ちょっと短い動画を落としたんですが、今度はですね、ちょっと長い動画を撮ります。あれだったらですね、おじさんも、えー、何を説明しようというところまで行かずに、あって終わったんですけど、まあ、こんな感じですね。コンマ引ヒーター、小型ヒーター 10W、テトラさんのが約 50W でした。ちょっとおじさん見てなかったんですけどね。まあ、テトラさんド 45L の水槽まで OK とかって書いてありましたね。えっ、ー、と、ほんとですね。 水にですね、買ったんで、ちょっと電力的には大きいのかなおじさんが使ってるこのあれです。サラ。まあ、その辺はですね、まあ、まだちょっとですね、電気代と相談しながらちょっと考えてみます。まだ、あ、大丈夫だと思うんですけどね、そんなに使わないと思うんで。で、まあ、この、ヒーターですね。ミニヒーあ、このオートタイプのミニヒーター。こんな感じです。エバリスさんのですね、ヒーター。 こんな感じでーす。まあこんな感じで説明書をですね、とりあえず写しておきまーす、動画で,で。まあ大きさもですね、おじさんっていうかこうじゃけど、だいたいこんな感じです。まあ使ってる方はですね、知ってると思うんですけどね、割と結構使ってる方多いと思います。おじさんも前にあの、ヤモリを飼ってた、あ、ヤモリじゃなかった、イモリだ。 イモリをですね、飼ってた時にですね、使用したことがあります。このヒーターをですね、見に。ちょうどこの亀の絵が描いてあったんで、いいかなーって言って、これで使ったことがあります。これ、あんまり割とですね、水量なくても、確かあの時はあんまり水量使ってなかったんで、割といけたような記憶があります。イモリですね。まあ、割とイモリもですね、泳ぐの上手ですからね、綺麗ですし、黒で。 黒っぽいというかですね。あの色にはお腹が赤いという感じですね。ホームセンターで買ってからですね。買ったことがあるんですが、まあ以前にですねで。まあこんな感じです。あと説明書、こっちもチートしましょうか。あチビじゃ。チビのアップ顔です。ちょっとですね、チビ見ますか。チビちゃんですね。何いう顔しますけど、これ。アップ顔。 まあ、キビちゃんのアップ側はいいとして、今はちょっとあなたのあれではないので、まあ、取扱説明書がこんな感じです。まあ、ギーター本体のセット、スイッチにあることを確認してください。こういう感じですね。 いや、エアフィルターなどを使用して水室内の循環をしてください。いらなければですね、温度差があることばらつきが出ます。とは書いてあります。確かにそうなのか。まあ、その辺はですね、ちょっとですね、こっちはですね、チビがあんまりにも細いので、さすがにつけれないんで、それもあるんでこっち側に変えたんですよ。テトラさんよりはこっちの方がもしかして、 安全というか、以前使ったことがある分だけ、ちょっと安心感があるので、こちらっち側にいたんですよ、悩んだ挙句ちょっとこちらの方が値段が高かったんですけどね。悩んで悩んで30分になりました。どうしようどうしよう。手、手、手らさんのにしようかなと思ったんですけど、まあ、こちらはそんなに水量、このカムの絵が書いてある。カはそんなに水量ないですからね、実際は。数量が。ブクぐらいしゃ、ブクなんかしゃ、シャッ、シっけケーとかいう話ですよね。うん、そんな感じです。ですから、まあ、とりあえずこちらの方を使用することにしました。この度は。 で、まぁ、あ、また大きくなったら、またあと一緒にす、もう一つ最初に生まれた、ねえのですね、子供らと一緒にしようと思うので、ひよちゃんの子供も。まぁ、あ、そんな感じです。まぁ、あ、こんな感じで最後にもう一回。あら、どっか行った。あ、ここおる。あ、背中、背中向けとるわ。ちょっと呼びましょうか。おーい。来ないかなぁ。うーん、まぁ、あ、そういう感じです。背中だけ映った状態ですが、まぁ、あ、 ご視聴者ありがとうございました。チャンネル登録とすいませんがよろしくお願いします。まあ、ヒーターのちょっとした説明、10ワット。こちらの方は多分低燃費でいいと思うんですけど、まあ、その辺はですね、皆さんの好みで使ってください。結構45センチぐらいの水素を使ってる方もいいですからね。あれとあれ45でも60はで,できれんかなってふと思う時もあるんで。まあ、そういうわけです。ご視聴者ありがとうございました。